エルジュビエタルクレツヤ・チェシンスカは、チェシン公国の女公。チェシン公、アダム・バーツワフの次女、母は、クールラント・ゼムガレン公、ゴッドハルト・ケトラーの娘エリーザベト。幼い頃からルター派プロテスタントとして育てられたが、1611年に、家族と共にカトリックに改宗した。1617年7月13日に、 父アダム・バーツワフが死ぬと唯一生存していた弟、フリデリク・ビルヘルムが公爵の地位を相続した。翌1618年4月23日、エルジュビエタ・ルクレツヤは20歳近く年上の男やもめで、同じくルター派からのカトリック転校者である、グンダカル・フォン・リヒテンシュタインという男と胃に染まぬ結婚をした。グンダカルは、信仰貴族のリヒテンシュタイン カール一世の弟であった。カール一世は、シロンスクのオパバ公国とクルノフ公国を入手していた、ほか、エルジュビエタの弟、フリデリク・ビルヘルムの不在時に統治を代行する、チェシン広告接唱会議のメンバーでもあった。しかし、接唱会議による統治は短いもので、エルジュビエタはすぐに、広告の事実上の政治権力を奪い取った。 フリデリク・ビルヘルムが1624年に申請を開始した後も、公爵がその直後に申請ローマ皇帝に付き従ってネーデルラントに赴いたため、エルジュビエータが実権を保ち続けた。この旅行中の1625年8月19日、フリデリク・ビルヘルムはケルンで病を得て休止した。公爵は未婚だったため着室死を残していなかった。当初、 皇帝フェルディナント2世は、ボヘミア王としての権限を行使して、チェシンを事業に併合しようとした。しかし1498年に、ボヘミア王ブラディスラフは、チェシン皇家ジミエシュ2世に対し、4世代後までは女性による相続を認めるという特権を与えており、この取り決めに従って皇帝は、エルジュビエタルクレツヤに、チェシンの女性統治者としての地位を認めた。彼女の中、 チェシン公国は、同国の歴史上最も難しい時期を迎えた。チェシンは30年戦争の戦場となり、向上的に外国軍の略奪を受けたのである。1626年から1627年には、エルンスト・フォン・マンスフェルト率いるデンマーク軍が、1642年から1643年は、路方減衰の1645年から1647年の、 間は、経ニヒスマルク将軍の率いるスウェーデン軍がそれぞれ来襲した。外国軍の無慈悲な蛮行で広告の経済基盤と財政は崩壊し、ペストと飢餓も発生して、数多くの領民が死んだ。この戦乱に巻き込まれたおかげで、チェシンは、経済面にも人口面でも100年の間、壊滅状態から抜け出せなかった。エルジュビエタルクレツヤ自身の命も何度か危機に、さらされた。 彼女は1642年にはヤブルンコフに避難し、1645年にスウェーデン軍が首都を占領するとケンティに逃れた。1648年10月24日のベスト・ファーレン条約によって、彼女の領地はようやく平穏を取り戻した。エルジュビエタルクレツヤと夫グンダカルトの結婚生活は3人の子供を設けながらも不幸なものだった。 夫妻は1626年には公的に別居し、この状態は1653年にエルジュビエータが死ぬまで続いた。エルジュビエータルクレツヤは1653年5月19日に亡くなり、チェシンのドミニコ海峡会にある公爵家の地下納骨堂に埋葬された。彼女の死によって、チェシン公国はハプスブルク帝国の俗領となった。 1918年に広告が消滅するまで、ハプスブルク家に、つながりのある人々が、チェッシン校の称号を帯びた。1618年4月23日、帝国諸侯グンダカルフォンリ・ヒテンシュタインと結婚し、間に3人の子女を設けた。マリア,アンナ・フェルディナント・ヨハン・アルベルト。ありがとうございます。